張するな。何からやったらいいんだろう。よし、おなんか新人来たな。あいつ見てんだ、気持ち悪いな。まだ見てるよ。キモあいつマジで。ここのジム静かでいいな。キュイだ、キュイ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 、おっと気合入れるぞ。よし、パワーパワー、うるさ。すいません、すいません。はい、まだ使ってます。あ、まだ使ってます。ああね、それね、もうちょっと伸ばした方がいいよ。伸ばして、あ、そう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 。ふう、ふう、ふう。違う違う、できてないってダメだよ。ちょっと貸してみ。じゃだから、ね、見てて。あげる。わかる？ね、あげるね、ちゃんと。これあげないと。わかってない。だから、違うって。よし、次は背中取れやろうと。よいしょ。おい、それ重いぞ。それ重い。いつもこれでやってるんですけど。やめとけ、できないだろお前。よし。最近腕太くなってきたな。いや、筋肉はそう簡単に大きくならんて。
れた。まあやめよっかな。え、めっちゃ可愛い子いるじゃん。ということでいかがでしたでしょうか、うん、ジムあるあるね、うん、結構いろんなシーンあったね、うん、ただね、確かにね、これですごい共感するんじゃないかなと思います。いや本当、まあ特に俺ら2人は共感した、うん、結構やっぱね、ジムに行ったらね、こういう主っているんだよね。そう、俺だよ、うん、俺がいやいや嫌なキャラやったんだよ今日今回ね、筋トレ初心者役、うん、筋トレやってる人、トレーニーの、ね、うん、役をやったんですけどね、うんうん、でもね、まあいろんなシーンがあったと思うけど、うん、その中で筋トレ初心者、まあ、筋トレ通いたての人から見た視線と、うん、あと自分がね、俺がやってた筋トレをやってる人からの目線、うん、全然意見違う場合もめっちゃあるじゃん。めっちゃあるな、うん、そう、だからよくね、俺らも筋トレ最初始めたての頃そうだったんだけど、うん、ジム行くのが怖いなとか、うん、結構マッチョいてあの空間嫌だなとか、うん、あるね、結構あると思うんだよね、うん、まあ、初心者からしたら結構怖いよね、うん、いやまあ怖いよ、なんかどうしてもさ一歩行った感あるじゃん。あるあるある。でも、うん、今回の動画を通して、ね、最も伝えたいことっていうのは、うん、ジムに入りますってなった時にそこまでハードル高くないし、うん、筋トレやってる人からするとそこまで逆に見てないよというか、うん、そう、自分のね、筋トレに集中しちゃって、うん、そこまで相手にしてないっていうのが、うん、実際の問題だし、うん、実際に話しかけられたりとか話しかけたりしても優しい人が基本多いと思うんで、うん、そんなにねビビらなくて大丈夫、うん、確かにね、今日あるあるでやった人たちは、まあ、実際俺らが見てきた人たちで、まあ、よくいると思うんだけど、本当にごく一部、うん、なので、初心者でもね、やっぱ全然ジムはね通えるし、気軽にね行ってほしいなって思います。そうだね、うん、やっぱ最初行き出したらなんだかんだね楽しくてすぐ慣れると思うから、うんうん、まずはね行ってみて、もちろんそのジムのね雰囲気をね知ってみるのがいいと思います。はい、というわけで、またこのジムあるあるが見たいよと思う人はチャンネル登録、高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイバイ。すいません、すいません。はい、まだ使ってます。おい、だが違うって、違うって、あげんの。俺マブキャラツラしてんだから筋トレ始めたいんだけど何から始めていいか分かんないんだよね。そんな悩みを解決するために公式 LINE 作りました。自分の悩んでいることを入力するだけでその人に合ったおすすめの筋トレを紹介するよ。本当だ、これを使えば筋トレのモチベーションも上がる。同じ悩みを持っている人は今すぐ LINE を追加してみてね。みんな一緒に頑張ろう。